小花沢バイパスは山形県小花沢市を通る国道13号のバイパスと国道347号のバイパスである。元来は国道13号バイパスのことであり、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアの小花沢バイパス店は国道13号沿いに存在するが、山形県等では近年開通した国道347号バイパスにも、 一般国道347号尾花沢バイパスの名を用いている。尾花沢市民は国道13号バイパスを尾花沢バイパスと呼んでおり、国道347号尾花沢バイパスは、原道と同じも大街道、山形蕎麦街道と呼んでいる。国道13号の一部であり、村山市と幾田尾花沢市名駅沢を結ぶバイパスである。山形県尾花沢市南原付近度、 幾多尾花沢間は4車線、残りの区間は2車線である。当初の計画では、尾花沢バイパス全線が4車線になる計画であり、最終的には、新城市まで4車線の道路になる計画であった。すでにの黒沢交差点までの用地買収が完了しており、京大の基礎工事も完了しているが、工事が凍結された状態である。 小花沢バイパスを通して拡幅用地を見ることができる。現在、小花沢バイパスに並行して、小花沢新庄道路の建設工事が進んでおり、道路拡幅の実現は、ほぼないと思われる。平日24時間交通量を小花沢市の小花沢、二頭袋を結ぶ 2.9km のバイパスである。小花沢市中心部の混雑解消を目的に、事業中であり、 2006年12月に、小花沢交差点小花沢地内が、2008年12月に、残りの小花沢地内新町が開通し、全線開通した。ありがとうございます。